どうみさん、ティンクでございます。メキシカンフレームにビノの身体測定動画22ヶ月目ですね、やっていきたいなと思います。はい。もうじゃあ最初の5択はね、ごちゃごちゃと言わないで、いきなりいきたいなと思いますけれども、メキシカンフレーム2というね、タランチュラ、まあ、クモですね、この後出てきますんで、苦手な方はブラウズバックお願いいたします。はい。じゃあ、早速行きましょう。ババババーンということで、ビノが入っております。はい。まあ、後でカップに入れてアップで見るんですけれども、ちょっとね、お尻のあたりのね、多分ね、毛の色が若干今違うと思います。ちょっとなんか色違いますよね。真っ黒じゃなくなったんですよね。脱皮が近いんじゃないかって。なんてね、思っておりますけれどもね、アップにしながらお話ししたいと思いますんで、もう早速カップに入れていきたいなと思います。捉えていきます。はい。さあ。さあさあ、ビノくん。さあさあ、ビノくん。さあさあ。はっ。いやー、完璧ですよ。もうね、初手は完璧ですよ。初手はね。めっちゃ飛ばしてくるけどさ、ちょっと水入れの、その空なんですよ。これ今水入れね。ちょっと諸事情があって。これも回収。いった。回収、水入れ回収。OK。大佐回収した。大佐回収したけど、置く場所を加味してなかった。急遽もう一つのカップに。はい、OK でーす。しゃ。よし、取っていこうかな。こう側面にこう移動する感じにできる。どうです?側面に行く感じはいいですか?どうです?いいんじゃないですか?もうカメラ見てないから、俺全然。カメラ見てないから、もうマジ。今日はすごいね、グイグイ来るね。逆にスッと行くみたいなね。どうよ、完璧ですね。入りました。はい、メキシカンフレーム2のビノ見事に捉えることができました。ということで、ビノです。22ヶ月目。ちょっとわかりますかね、このお尻の感じ。お尻の感じちょっとわかりますかね、見づれえ。光が反射して見づれえけど。ちょっとほら、なんか、ハゲ感が目立ってません?なんかね、真っ黒だったんです、前まで。なんですけど、ちょっとハゲ感が目立ってて、なんでなんだろうなって思ったんですけどね。よいしょ。おーいしょー。おい、ちょっと強引だったかもしれませんけど、こういう形で移動させていただいて。あ、これ見やすいですね。前までおけつ全部黒だったんですけども、なんかここら辺のこのハゲ感がね、すごくわかるようになりました。なんでなんでしょうね。ちょっとここ、一週間ぐらいで急激にわかるようになってきましたね。まあ、もともと結構、毛飛ばしてたんで、その分が分かりやすくなったといえば分かりやすくなったんですけれども、ちょっとこうお尻のあたりの変化があるとね、やっぱ脱皮が近いかなと思ったりはします。で、ずっと脱皮前です。餌食べなくなりました。多分ね、先月の身体測定とかも餌食べれなくなりましたって言ってたんですけど、食べてます。この3週間ぐらいは1週間に1匹ぐらいのペースでレッドロチ食べてますね。脱皮前って、っていうのは何だったんかなと感じがします。ただまあ、そんな感じで食べてるんですけれども、こう、ケツの部分のね、色合い的な変化がちょうど今出てきてますんで、いよいよ、こんなこそ本当に脱皮なんじゃないかなという気持ちがですね、ふつふつと湧いております。はい。実際のところはわかりませんが、真実はわからないんですけれども、ちょっとそういう傾向が見れてこれてるんじゃないかなというふうに思っておりますんで、楽しみにしてます。はい、楽しみにしてます。まあ、まだ一応餌食べてんのは確認してますんで、もう一週間にね、一匹ずつぐらいポツポツと与えながら、ちょっと様子見て、で、食べなくなったら今度こそはなんじゃないかなと。このお尻のこのね、剥げてる感じが、またわかんなくなってくんじゃないかなと思うんですよね。こっからまた黒くなってきて。で、わかんなくなったら今度こそ、脱皮だと私は信じたいなと思います。はい。この間調べるともうブログには書いてますけども、1年以上脱皮してないということで。それまで毎月のようにしてたのに、急にそんなスパン開けられてもね、もうこっちももう本当に戸惑っておりますよ。次、オスメス判断しようって思ってたら全然こうへんみたいなね。なんかこっちの気持ちを読んでんじゃねえかなと思わせるようなとこがありますけれどもね。振り回されております。振り回されてます。もう最後に脱皮したの。このお腹がぷっくりしてない頃は一体いつだったかなと思うような感じでございますよ。本当にね。
まあそこもね、また面白さの一つなんかもしれません。こう読めない感じ。で、今回なんでエース上げたかっつったら、まあ毎週のようにトライは一応してたんですけれども、今回はね、実はね、もうあからさまに食べるやろうなと思ってトライしました。なんかね、普段まあ、こうね、ケージがレイアウトあって、この凹んでるとこに水入れがあるわけですけれども、この反対側水入れのない方にずっとじっとしてるんですよ。基本的にじっとしてます。で、水飲むときだけそっちの水入れの方行って、みたいなことするんですけど、その餌あげる前までしばらくね、ずっとその水入れのないところでじーっとしてて、まあ私は見てない時に移動してたかもしれませんが、基本そこにいたんですけど、なんか、やたらめったら動くようになったんですよ。なんかね、なんかここでいつも停滞してたのが、もうこっち行くわ、上行くわ、みたいな、もうぐん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 動いてて、えらい動いてんなと思って。もしかして餌探してると思って、あげたらまあ案の定って感じですかね。もう素晴らしい速度で食いついてきて、食べたやんってなってました。脱皮前やと思ってたのに食べたやんってなっちゃったんで、食べましたという感じでございますな。はい。まあまあ、食べてくれるのはね、嬉しいです。やっぱりね、迫力あるんで、すごくね、何回見てもやっぱりすごいなと思いますね。まあ一番その最前世紀みたいにもう2匹も3匹もあげて、その場でもう1匹食べながらもう1匹捕まえてみたいな、そういうシーンはちょっと見れないんですけれども、結構、この数週間はですね、食いつきが良かったんで、1週間に1匹の時、1匹あげる時はすごい食いつき良かったんで、まあもしかしたらもうちょっとあげても食べたのかもしれませんけれども、ちょっと様子見つつ、回収するのはやっぱね、餌なら大変ですからね、入れたはいいけど食べなかった時は大変ですんで、ちょっとまあ様子見ながらあげてはいますけどね、はい。まあそんな感じで、餌を食べてて、かつ、今度こそ本当に、脱皮が近づいてるところは信じている、そんなおけつ変化でございます。大きい変化はそれぐらいですね。それ以外のところは本当にいい子にしてますよ。基本的には何も言うことはないですし、日々の生活で、見るべきポイントっていうのはほぼないと思っておりますんで、まあ育てやすいもんでございますな。よし、じゃあ、特材をね、変えてあげようと思います。せっかくでございますんで、こういうね、身体測定の機会に、毎月特材を一新していくということでございますね。今月も、綺麗にしていきたいなと思いますんで、まず綺麗にしていきましょう。はい、ということでね、綺麗にしてきました。もうめちゃくそ綺麗になってますね。完璧なぐらい綺麗にしてきましたんで、OK でございます。じゃあ早速ね、戻していってあげましょうかね。はい。まあまあ、特段もう喋ることないですから、淡々としてはございますけれども、やっぱりね、一番戻すときは緊張するね。なんだかんだ。なんかもう、ここでさ、もうスッと入れて、スッスッパッパッってやってる人もいるけど、さすがにそこまでの技術は俺にはないかなって感じがしますね。ほい。蓋も用意しまして、ほいっほい。まあビノが割とね、扱いやすい子ですから、こういうなんか横着した入れ方しても大丈夫なんですよね。もう本当にタランチュラの中にはものすごい速度で動いて、とてもね、危険性が伴う。まあ危険性って言っても、そのタランチュラ自体どうのこうのっていうよりは、まあそこから脱走であったりとか、そういった要素ですよね、がね、懸念される子もいますんで、なかなかね、一概にこんな方法でいけますとは言わんですけれども、まあ、幸いビノの場合はそこまで、てんやわんやしてる子ではないので、軽くいけましたという感じです。ちょっとなんか塊が若干あるね。取らせてくれるかな、これ。ごめんね、これ。よここどうしよう。捨てる？もったいないけど。捨てとこうかね。はい。すいません、ちょっとね、塊がなんかあって、砕いとけばよかったですね。ちょっとなんか、思った感じにならなかった。入れるときになんか、えらいボコってなっちゃったよ。はい、これで OK ですね。よし、ということで、ビノの新居です。まあ、新居といってもそんなに変わるとこはないですけれども、一応ちょっとね、ヤシ柄ですけど、そんなに深さいらんので、もうちょっと、この辺でより若干浅めかもしれないです。同じぐらいになる、なんか今、あそこにもなんか一個塊あるんだよね。まあそこは仲良くやってもらおう。ね。仲良くやってもらおう。まあ多分困るのは餌取るときだけだと思いますんでね。まあ今こうやって開けてますけれども、これもビノのまあ動きがある程度予想できてるからというところではございます。はい。動きの早い種類とかだとこういうことができなかったり、する子もね、いるんかなと思いますけれども、まあ幸いにもそんな急にここまで買ってて、急にめちゃくちゃダッシュしたりとか、そういったことはまあないので基本的には、まあこういう形でできてますけどね。おー、ごめん。良くない、今の良くないですよ。今の本当良くないですからね、マジでね。ちょっとごめんなさい。今の俺も手が滑りました、本当にね。まあ、本来であればこうやってね、きっちりした状態で、こうやって観察するのがベストですね。ベストではベストでございます。ちょっとまあ、
乳白色で曇っておりますけれども、まあさっき綺麗な姿をお見せできましたからね。はい。いやね、早くね、脱皮してやったその、もともとやっぱ脱皮した後とても綺麗な姿をするわけですから、ね、今もまあとても綺麗なんですけどもね、やっぱその脱皮した後の独特のなんていうか輝きみたいなのは、もう久しく自分を見ておりませんので、1年近く、1年以上見てませんので、やっぱそれちょっと久しぶりに見たいなと思ってますんで、なんとかね、来月の身体測定動画とか、年内の身体測定動画どっかでは、美の脱皮しましたって言えるとね、いいなと思うんですけれども、こればっかりは雲任せでございますんで私にはどうすることもできませんのでね、気長に待って聞くしかないのかなと思います。とりあえず餌食べてますんで、餌食べてますんで、まあなんか目立ったね、まあ傷つけたりとか、病気になったりとか、まあなかなかちょっと病気っていうのはあんま聞かないですけれども、そういったことがないようにだけちょっと注意していきたいなと思います。はい、そんな感じですかね。つなげたら多分10分ぐらいになってると思いますんで、今回これぐらいで終わらせていただこうと思います。見ていただいてありがとうございました。またよかったら来月の身体測定動画あるいは別の動画にてお会いいたしましょう。お疲れ様です。